ていただいたと思います。どうもこんばんは。こんばんは。空飛ぶ感激の時間です。はい、学会ナンバー1番の、バグダッドカー泉です。よろしくお願いしま す。学会ナンバー2番の立花恵介です。竹野さんは今日ちょっとバカなんですね。そうですね、ワイキキビーチの方にちょっとやってらっしゃいまして、お休みになっておりますけれども、いいですね。というわけで今日もここ、はい、感激の前日本橋店から生中継でお送りしておる、はい、そうですね、そうですね、今から来ていただいても間に合いますからね。はいそう、まあ1時間半ぐらいはやってますからね。1時間半ぐらいやってますから、ね、はい、はい、というわけでどうですか1ヶ月。1ヶ月ね、何してたかね。前回はあれですよ、水の泡、はい、ああそうやそうや、そうね、様にすごい人多かった、多かったね。8人ぐらい来てた、ね、見に行きました。見に行きましたよ、一応。あ、面白かったですよ。なんか、おーん、おーん、面白かったですよ。なかなかね、面白かったですね。あんだけ立て込んでってなかなかないですね、うんうんうん。いや、なんかね、これも俺もちょっと言ってるけど、うん、もうおっちゃんやから、うん、ちょっとすごい青春やって、なんとも言えない気持ち。みんなで頑張って作ったぜっていう。いや、よし、内容もね、もねすごいなんか、ね、うん、ちょっと恥ずかしつつもあり、なんか楽しかったですね。あ、そう。うん、すごかったね、あの客席すごかった。ようあんな客席組んだなと思って。あれはなかなか大変そうやったね。いや、聞いたらすごい額飛んでましたけど、そんな話しょっぱなからね、はい、まあまあそんな感じで、はいはいはい、どうだったんですか、忙しかったんですか、立花さんは。僕はですね、はい、稽古してますね、昨年の、うん、30-30、あ、ずっと言ってるやつですね、はい、その稽古ばっかりしてたんちゃいます、してるのかな今。あれ8月や、8月の8、まあ後で言いますけど、ね、はい、大変な時に、まあね、ケツ叩いてやってます。初舞台の人が3-4人とか。あ、そうなの。7人中3人初舞台。え、結構出るね、うん、30分のお仕事。そう、なるほど、結構、ね、ありました、大変、はい、はい、というわけで、まあまあまあそんなことはさておき、はい、今日はですね、テーマが、はい、学校教育と演劇、と演劇ということで、はい、学校教育に、なんていうんですか、すごく関わりのある方をゲストに、もう毎回言ってますけど、学校教育を語らせるにはこのお三方しかいないっていう、もう一方来られますね。後でね、まあまあもう、はい、右に出る者はいない。そうですね柱より語らせてみろやと、いう方々がちょっと殴り込んできはったんで、名乗りで、そうなんですよ、もう仕方なくそうそうそう、しぶしぶね、はい、ということで、まあちょっとそういった兼ね合いというか、まあそういう活動をしてらっしゃったりしてらっしゃる方をお呼びして、はい、今回はちょっとそのあたり紐解いていけたらなというところではございます。はい、でも自己紹介していただきましょうか。はいはい、行きましょうか。じゃあ、力の山に行きましょうか。はい、どうぞ。はい、こちら見て、無名劇団の代表をしております島原と申します。こちらの中条が脚本を書いて、私が演出をすることがしばしばあるんですけど、私と中条は、私が10歳で中条16歳の時からの付き合いになりまして、かれこれ17-18年の付き合いになるんです。はい、すごい喧嘩しながら毎公演頑張ってます。いい、はい、というわけで、中条にパスします。声小さっちゃいね、毎回するわ、マイク広いわけですから。ごめんなさい、何緊張してんの無名劇団で脚本を書いてます中条と言います。普段は中学校の先生やっていながら、無名劇団に脚本を書くということをやってます。今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後、はい、吉田義彦と言います。2年前まで高校の教員をやってました。今は辞めまして、好きなことをやってます。よろしくお願いします。お願いします。好きなことをやってます。好きなことをやってます。気になるわ。というわけで、はい、というじゃあ早速、そう、好きなことから聞きたい一番聞きたいワードが出たよ ね、 ね、何なんですか好きなことって。具体的に言いますと、はい、週に1回、シニア演劇で、俳優修行。俳優ですか。はい、この年になって、はい。あ、そうか、されてはなかったんですね、俳優というか。そうですね、まあ、はい、
まあ、おさる50年ぐらい前に演劇、高校演劇に入って、僕はずっとまあ教員になってもね、やってたんですけど、でも教員になりましたら顧問ですから自分で出ることもないから、こうやってたんですけど、ね、ふと気がついたら私は何もしたことがないなと思って、でまあ教員を辞めて、まあそのシニア演劇で俳優修行をやって、で週1回は今度逆にシニア演劇を教えることをやっていて、まあ週1回の演劇ワークショップみたいなことをやってるのね。でそれ以外はあの NPO の活動で演劇だけをやってる。ああ、それも演劇に関する団体ですか。演劇と教育をつないでいくような、でワークショップ考えてみたりとか、そういうイベントをこう考えてみたりとかっていうのをまあ、去年1年やってきて、まあ、今2年目になってるんですよ。ということで好きなことは、なるほど、確かに好き、演劇大好きっていうか、いや、いいと思います。そんなみんなが集う場所ですからいいんですけど、はい、NPO 法人お名前とかって長いのでみんなと忘れてしまうんですよ。でも2時ですよ。全然仕事できないですよね。日本学校演劇教育会関西支部、ほうほうほう、学校演劇会というのか、学校演劇教育会関西支部、これまさにですね、うん、演劇と教育というか、はいはい、そうです、もうちょっと大きいあれもあるんですよね、それと関西支部っていう、そうです、元本体は、はあはあ、あの東京なんですけど、だいぶ前にできてたんですが、はい、まあちょうど私ともう一人あの、はい、昨年教員を辞めて誰でやろうかっていうのを、もう関西まとめてこちらで活動しますよっていうので、まあ勝手に関西支部を名乗って、勝手に名乗って、長所にして、怖い、流れで入っていそうになりますけど、ああなるほど、そうなんですね。はいはい、ここのお三方はお知り合いなんですか？あ、僕は、はい、実はあの関西支部 の支部会員としても一緒に、なるほど、まあ。この後多分話あると思うんですけど、久喜先生の話一緒に聞いたりとかはさせてもらったりとか、 あと高校生に、劇作をまあ教えるっていうような会に、僕1回だけゲストで呼ばれて、はい、お話しさせていただいたりとかっていうこともあったんですけど、まあ、そもそものつながりは僕が高校2年生ですね、はい、2年生の頃に初めてあの高校演劇部で、はいはい、あの脚本書くってことになって、で脚本、勉強できるらしいよっていうのを聞いて、でそれが、まあ、あの時は枚方ですね、枚方高校にいらっしゃった吉田先生が、はい、あの劇作の、まあ、高校生の劇作講座っていうのをやるということで、あれ1回目でしたっけ、あれが1回目ですよね、1回目の時に僕が、結構立ち区なんで緊張もあったんですけど、はい、どこやったんですか、僕はだから、大阪の地区って言っても分かんないですよね、うん、まあ、場所で行った方が、まあ要するにここ北区とか、まあ、その辺は大阪市内の方だったんですけど、まあ、高校演劇のブロックというのがあって、それがちょっと大阪市内に寄ってるところだったんですけど、はい、まあ、かなり北川市の方なんでちょっとまあアウェーな感じで行ったんですけど、まあ、そこでいろいろ教えていただいて、まあ、それがきっかけで僕も劇作を始めたので、うんうん、まあ、それが縁で、ね、長いことをお付き合いさせていただいてるんですね。ですね、そんな感じでよろしいです。島村さんはそんなにそこまでまた違うんですか、はい、吉田先生のことは一方的にすごい存じ上げてて、一方的で一方的にすごい存じ上げてて、すごい先生やっていうのをすごい前から思ってたんで、今日見た時の吉田先生やって思いました。すごいっていう感じがする。ファンみたいな、ちょっとあの高校演劇界ではちょっとカルト的な人気がある吉田先生やみたいな、でも確かに今日もなんかツイートでもちょっと吉田先生が出るなんてみたいなありましたよ。多分教え子の方なのか、そういうファンの方なのか、すごいね、ファンなんですか。でも彼女もあの高校演劇はやっていたので、うん、まあ、そういう意味では高校演劇の縁でつながったっていうのがつながった、うん、なるほどなるほど、はい、ちなみに今その学校のその今、教育現場で演劇として演劇を媒介というか
で学校教育に関わってらっしゃるわけじゃないですか。で どういう立ち位置というかどういうふうに関わってらっしゃるのかなと思ってお聞きしたいんですけど。私はその大学院まで行ってたんですけど、その大学4回生の時にあの大学4回生の時にその学校教育における演劇ワークショップの可能性についてっていう論文を書いたんです、論文を書いて、で、まあ、それでその大阪大学に演劇教育を研究なさってる永田先生という先生がいらっしゃって、永田先生に教わりたいなと思って大学院、その大阪大学に行って、で、ワークショップの可能性というか、私そんなにワークショップ好きじゃないんですけど、その学校教育機関でそのワークショップがどういう機能をもたらすのかとか、その、まあ、演劇っていうのが果たして教育としてどれほどの可能性があるのかとかっていうのを、まあ、ちょっと自分が演劇やってる人間なんで、どうしてもやっぱ演劇は教育として効果的だって思うんですけど、やっぱり一個冷静になってその、まあ、研究したいなと思って大学院の時に行ったのがあって、のでその時になんか文部科学省のなんかワークショップデザイナーの資格があるんですけど、それも取って、まあ、なんか学校で、そうですね、演劇のワークショップしたりとか、あとその私も女子校の演劇部のコーチをしたり5年間学生の時したんですけど、っていうのをやって、今はでも普通に普段は NHK で働いてます。ほう全然関係ない。それはその教育とか関係なし、全然関係ない、全然関係ないところで働いてるんですけど、まあ、でも劇団としてはこの間もその中学校で演劇ワークショップやったりとか、はい、をさせていただいたり、劇団での活動はしてます。なるほど、はい。ワークショップっていうのは、それは例えばその研究されてたことの、なんていうのかな、具体例というか、例えばこういうことが、演劇におけるワークショップとして、まあ、教育に役立つよとか、そういったことでは例えばどういったことを、ね、なんかでもすごいね、明確にできないんですよ、やっぱり、その実地調査しかなくて、でそのレポートとか、なんかそういうその実際に体験した人がどう思ってるとか、そういうそのなんか実地調査でしかないんですよ、ああいうのって、研究結果とかって。なんかだから各ワークショップとかを私が受けて私がどう思ったとか、なんか主観がどうしても入ってくるとか、はい、だからすごい難しくて、そのどう研究するのかとか、どう判断するかとか、説明いるとかいらないとかの説明付けるのがすごい私のすごい難しくて。なるほどね、はい、確かにそうですね、はい、ただ私はその演劇っていうのはそのなんだろうな、なんか各パートに分かれるじゃないですか、やっぱり照明とか音響とか役者とかすごい細かいパートに分かれて、でその、まあ、表現することももちろんなんですけど、その各パートに分かれることによってその少ないんですよ、人数が。その例えば、サッカーとかなんかそういうスポーツ系だったら、その何人かいて、その中であぶれたら補欠みたいな状態になるんですけど、演劇ってやっぱりその照明だったら2人とか音響2人とか役者だったら何人とか、すごい細かく分けられてるから、自分がどうしてもその必要じゃないといけないパートに入るんですよ。なんかその自分がそのなんだろう、絶対に部活に例えば来ないと成立しないと、全員が揃わんとなかなか成立しない、責任を持たなければいけない場所になっていってしまう。どうしてもその強いられるっていう、その一種の独特の環境っていうのが、やっぱりなんかその演劇部もやっぱりそのどうしても学校来れなかった子とかやっぱいたんですけど、そのやっぱりそのどうしても自分が必要とされてるというか、絶対自分が行かないといけない場所っていうのが、私が強制的に作られるその一つの形だと思って、っていうことに、まあ、やることによって、なんだろう、その自分の居場所っていうものが、役割であったり、役割っていうのが一つ見つけられる一つの環境なんだなっていうのは、なんかその思いますね。なんか研究しててその漠然としたことはちょっとまだ分かってないんですけど、でもまあでもそれも一つの利点だなというところです。としてはそうだなっていう感じがします。あ、なるほど。結構長いんですか、じゃあワークショップの期間とかって。
一長かったり、はい、長かったり短かったり、それはもんがやっぱりならない、うん、ですけど、はい、劇団としては、あの青少年会館とかの会館事業で、はいはい、ほんとちっちゃい子を巻き込んだような、うん、まあその最初の劇見せて、うん、でその後一緒にアトラクションとかで呼んでたものに、うん、参加をさせて、うん、で共同もうみんなでこうなんかヒーローが悪役やっつけるみたいな、うん、簡単なそういう感じのドラマにしておいて、うん、でみんなで皇族たちが最後応援してくれたら勝てるよみたいなんですけど、はいはい、すごくこうあのやっぱり子供たちが生き生きしたいとかっていうようなことは青少年会館とかでもさせていただいて、うん、1回はその青少年会館で実際中学生地元の中学生と一緒にお芝居作ろうみたいなこともやったことはあったんですけど、うんうんまあ、ワークショップって本当にやり方がいろいろなと思うんで、うんうん、だからゴールもいろいろ違って、うんうん、今回はだから会話を重んじたりとかなるほどね、いろいろあるわけですね、いろいろあるんですよ、ゴールがそれぞれ違うし、うん、それ人によってこう持って帰るものが違うから、うん、だからすごい研究しにくいっていうもうどこ飛んでいくか全くわからない、先生がちょっとわからんみたいな、一口ではなかなかやっぱ語りにくい、そうそうそう、不正期で続けないと成立しないんだなっていう、うんうん、はい、なるほどね、ワークショップ面白い、あれ分かった、あら遅れてきた、もう一人お越しになりました、メインどうしようかな、落としましょうか、あ、でも椅子足りるの、こっち俺ら全然こっち寄りますわ、これでじゃあここ座って、AD の位置そこ AD、じゃあこっち側カメラ被ってるんですよ、申し訳ない、大丈夫、じゃあ、じゃあ、いや、あの、私の方がお尻小さい、これ2ついいな、空気が一気に大丈夫、大丈夫、失礼します。すみません。遅れました。申し訳ない。はい。じゃあ、めっちゃ早速なんで。めっちゃ慌ててます。早速なんで、じゃあ自己紹介を。自己紹介だけこちらのカメラしていただいて。来てそうそうなんですけれども。落ち着いてからでもいいですけど。じゃあ、ビールいっぱい。長くなるな、これは。有機社の小川時子です。はい、はい、ありがとうございます。まあまあいいですね。でもまあまさに今ちょっとその流れみたいな感じで、どういう感じで今回テーマが教育、うん、学校教育と演劇なので、どんな感じで関わってらっしゃったのかなっていうのをちょっと聞いてみたぐらいのところですので、今島原パーさんに言っていただいた、そうですね、中条さんに聞いてみて、まあ、はい、まあ、さっきでもね、でも聞いたから、まあ、来られた方から、まあ、3人からしましょう、そう、まさにこれが一番いい感じで、後ろ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 、あ、いいですね、すごい、これがね、ちょっとね、一撃新脱ですよ、毎年作ってるんですか、はい、毎年作ってるみたいです、まさに、これ今なんですか、はいはい、これは今、まさにシアトリカルオーテンとウィングフィールドさんと一心寺シアタークラさんで、夏の高校演劇祭というのが7月31日までまあまあそういう探しつつも高校生ですかね、メイン、高校生がメインで1日1個借り切って乗り打ちで公演するというチラシがないね、吉田先生もなんか大丈夫です、あ、素晴らしい、あ、一応こんな感じで書いてある、はい、あちらですね、泉さんの頭がぶつかる、すみませんね、そうなんです、大阪の、そう、ずっと書くよ、大阪の高校がメインでやってらっしゃる、そうです、はい、深ですかね、深いです、今は深いメインです、そうそう、これはでも学校のっていうわけじゃないんですか、また別なんですかね、主催というか、主催は実行委員会で、実行委員会でやってらっしゃるっていうこと、うん、で各々でこう集まらはってやってるっていうようなものなんですよね、うん、もともと、はい、もう30年近くですね、28年前、スペースゼロがあった頃で、はいはい、小川さんが立ち上げた、ね、ははははは、うん、じゃあその小川さんが呼びかけて作られたんですか、 それまではあの演劇コンクール、はい、大阪府の組織でやってるって、はい、高校の先生たちがやってるっていうので、うん、もう それだけではダメでしょうと、はいはい、小川さんが言われて、うん、でスペースゼロを自由に使っておらんと、うん、で集まった、スペースゼロだけからスタートしてた、最初そうですね、それに今関わってらっしゃるということですよね、はい、自分の
コーチしている学校だけかな。全然いいんですか。関わせる。まさにその通り、はいはい。ちなみにどこの高校なんですか。阿部の区にあります、はい、大谷高校。大谷高校。結構強豪校と言われるところ。え、そんなことないです。そうですか。なんかね。いや、運が良くてその過去に全国大会に行かせていただいたことがあるだけで強豪というわけではない。あるぐらいじゃない。何回も言ってます、ね。いや、そんなことない。ほらほら。いや、もう、いやもうまたそんなこと。何回も言って親戚みたいな。ちなみにあれ、高校演劇、僕もう全然やってないのであれなんです。まあ、知ってるんですけど、知らない手で聞くんですけど、どういう感じなんですかね。その地区地区でさっき分かれてるとおっしゃいましたけど。あ、そうです。まあでも地域によるとは思うんですけど、大阪は、まあ、いくつかの地区、あ、全部で何地区ですか今。まあ10、まあ、今現在と10地区に分かれていて、大阪府か、府か全体府で10個ぐらいで10個に分かれてる、その地区大会を、の、まあ、上位校というかその審査がありまして、はい、その各、地区の優秀校が、府大会にて、府大会、府大会、府大会から近畿大会にて、近畿大会で近畿大会から全国大会という形で、すごいな。まあ、近畿大会で大谷さんぶつかってたね。あ、ぶつかってます。昔ね、懐かしいですね。その時は買って僕らのところが全国行かせてもらったんですけど、まあ、そんなもでもその全国集まった中でもさらに、はい、優秀校、はい、素晴らしい。国立劇場でやられたんですよね。やってすごいな。やってはるでしょ。戦いがすごいな。でもあのすごいことで、高校演劇ってこう最終の到達点って東京の国立劇場なんですけど、それがすごいですね。国立劇場って現代劇やらないんですよね。そういう劇場なのに、あの高校生のために出してくれる。普通新国立なんですよね、現代劇やるから。新国は結構やってますね。国立でやれるっていうのもね、すごいな。いや、でもそこをこあそこで高校生がやるっていうのは大変じゃないんですか。大変ですね、あそこでやるの大変ですよね。大変でしたね。吉田先生も行かれてますんで。はい、じゃあエリートばかり。エリートではないです。いや師匠、大人の感じ、師匠、失礼ながら気持ち悪い。私本当にあのただのファンなんですけど、すごいやっぱすげえって思いますもん。なんかこう小川隆さんみたいなぐらいのファンみたいな。そうそうです。だからそのクラスターの中ではやっぱりこうすごいレジェンド的な存在、レジェンド的な感じ。ハードル上げないでください。じゃあレジェンドのレジェンドなんかこうこの辺を見せてもらいます。なんか見えた感じしましたけど、今の。あ、すごいですね。あれですよね、あの幕があったりとか、はい、のあ、はいはい、があれまさに織田さんの、はい、ああいう感じで演劇の大会があってということですね。のエリートの方たちに来ていただいているというそうか、指導をされてるということですよね。そうする、コーチっていう立ち位置っていうのは、立ち位置コーチなんですけど、もともと始めたきっかけが、その2個下の子が、あの一緒にクラブしましょう、卒業しないで寂しいみたいな感じから始まったんで、はい、コーチやるぞで始めたんじゃないんですよね。ああ、OB、OG として関わってっていうことになるんですね。はい、ただ学校的にはそれはただの卒業生っていうよりも、あのコーチっていう方法があるねっていう話から後からついてきたものなんで、そんなに偉そうなことはしておりますね。でも、まあ、そういう形で入っていくものなんですよ。コーチっていうシステムというか、そうそのやつが僕あんまり聞き慣れないというかなのですけど、顧問の先生はいらっしゃるんですよね。だからまあ、あの運動部とかでもそうだと思うんですけど、僕も今バドミントンをしてるんですけど、僕専門じゃないんで、あ、違う学校で、はい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 、でもそれで、あの、何で笑ってるんですか。まあでも確かにバドミントンない。長くやってた専門性の高い、あの、まあもう退職された先生をコーチっていう形で、あの、呼んでお呼びして、あの、専門的な指導をしていただいたりとかってことがあるんで、まあ、あの、本来の位置づけは多分そういうコーチっていうとそういう位置づけだと思うんですけど、僕も自分がコーチやった時代もあるんですけど、やっぱり、
あの教えた子で、まあ、ここ3年間って短いじゃないですか、うんうん、それ終わった後の、大学生とか、まあ、時間的にも余裕のある子たちが割とコーチっていう形で戻ってきて学校で、まあ、結構手厚くその、まあ、年近いですからね、うんうん、いろいろあの指導もしてくれたりとか、まあ、相談相手になってくれたりとかっていう形で、うんうん、うちはコーチとしてはそういう位置づけでやってました。うちっていう言い方もちょっとあれなんですけど、まあ、いろんなとこが、まあ、似たような形でされてらっしゃるということですね。まあ顧問が、はい、ちゃんとおればいいんですけど、はい、演劇の場合は、まあ、演技に限らないでしょうけど、はい、やっぱりそのどう教えていくかとかどういうふうに作っていくかっていうことについて、まあ、さっきも話していた、まあ、照明だとか音響だとかそういったことをトータルにってなるとなかなか難しくて、はい、で、まあ小川さんのところであったり、ナルのところであったりすると、まあ、私いつも学校である場合、そうやって顧問も長く勤務して、はい、だん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 蓄積していくっていうのはありますけど、効率は必ず転勤があって、うんうん、ああ、そうですね。そうですね。こうなっても、はいはいはい、っていうようなものがもうざらにあって、そうすると、前の卒業生にちょっと応援お願いできないかなとか、うんうん、そういう。いうことは多いですね。だからそれがコーチになっていくっていうことで、だん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 そういうのが広がっていくんで、まあ、小川さんであったり長井さんであったり、まあ、島田さんなんかもそういう形で、まあ、あの自分の母校でこう指導していくっていうことがだんだん広がっていく。今はそういうコーチというものを大阪に限らず全体的に全国的に、まあ、認識が広がっていて、うんうん、まあ、顧問と同じように学校に認めてたらいいですよと。なるほど。それは何というか委任権、まあ、はいはい、まあ、ちょっと言うたら言うたらあれですけど外部の人が来るっていう形とか、はいはい、今学校なんかこう昨今の僕らの勝手なイメージですけど、うん、なんかよその人入ってきたらちょっと大丈夫なのみたいなのがあったりする、はいはいはい、するイメージがねちょっとあったりするんだけど、まあ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 ね、不審者ではないですね。そうですね、一応先輩やしっていうの、はいはいはい、でもそこはそういうシステムというか監修が出来上がっとるという感じ。僕もだから高校演劇やってたんですよ。うん、あ、そうなんですか。はい、僕兵庫県の加古川西高校でやってまして、その時はだからコーチっていう立ち位置の方はいらっしゃらなかった、うんうん、その顧問の先生がいて、うんうん、でまあほんまにたまに先輩来てたりもしたんですけど、うんうん、卒業した。でだからすっげえ新しく入った顧問の先生がめっちゃ勉強してたイメージがあって、でそのコーチっていうのをまあね、友人の中でも演劇の友人の中でもそうやって教えに行ってる人の話を聞くから、あ、そういうのあるんだなってずっと思ってて、なるほどと今すごく説明を受けて、あ、なるほどなと、あ、こういうことかって腑、うんうん、に落ちた、うん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 、そうか、そう、みんなやってる、俺やってないからそうでも俺 もそうだ、ね、高2の冬からやからもうほとんどやってない。高2の冬から演劇どういう心持ちで入るんですか？友達が出てて、でちょっと人足らんから手伝ってみたいなよくあるパターンで出て、ね、でそのままなんかズブズブとそうかっていう高3の 春が文化祭やったんで、高3の春の文化祭やって、うん、はい、でそのまま終わって、でももう受験とかあるんじゃない？そう、でも俺大学どうせ落ちたからなんで落ちたかって、僕大阪芸大受けたんですけど、大阪芸大の受験後輩の本番やったんですけど、後輩の本番出てたんですよ。そっちが楽しくなっちゃったんですよ。ダメなやつですよね。どうなるね、そこら辺ってどうなんですか。なんか確かに演劇最悪、僕だって昼の授業行かんと部活だけ出てた時期やったんですよ。それはどうかな、それは先生方の前で言うのどうかなと思うけど、いや時効です。そうやね。いやでもあると思うのよ。でもそれってなんかやっぱり演劇にのめり込むと卒業楽しくなっちゃうっていうのはあるので、学業の方がおろそかにならないかとかいうのもあったりする可能性はあって、そこら辺はどういう風な感じで対応されてらっしゃるんですか。私高校生の時に特進科だったんですけど、はいはい、高2で辞めるって思ってたんですよ。特進って頭ええってことさらっと言う、さらっと、さっきも陰性とか言ってないさらっと言いますけど、だから絶対私高2でもう終わると思ったんですよ、はいはいはい、で高校2年生の最後の大会が秋にあったんですけど、はい、秋に、大会出て私は終わろうと思ってたら、うん、地区大会でここと当たったんですよ。この学校と当たって、違う学校なんですよ、うん、私は女子校に通ってまして、で
中条が顧問を務めた学校と当たって、うんうんうん、私らが負けてこっちが上がる、めっちゃ強い上がるんですよ。なんかすごい、はい、なんか勉強でここで終わりって思ってましたけど、うん、なんか悔しいですね。なんかこうずっとなんかこう長い付き合いで、うん、なんか頑張ってほしいっていう思いもあるけど、なんかちょっとどこかで負けてくれんかみたいな。ちょっと気遣いよ。だからもうこっちが国立大会とか出ててテレビ出てる中、うん、私なんで勉強してんやろみたいな、うわ、あ集中できないね、うん、はい、ちょっと複雑な気持ちで見れなかったみたいなありました。まあ、でも難しいのはその勝ち負けの話で、うん、そうね、コーチ、コーチ生もそうなんですけど、あの例えば運動部とかで野球とかやったら、うんね、プロ連れてくるとか、まあねね、アスリートの世界で ね、 私立なね、そういうことすると、うん、それは当然スペック上がるじゃないですか。 そうですね、でそれをやったら、うん、まあ強みが出るとか、うん、名物顧問みたいなのがいるんですよね、高校演劇なんかでも。で、ちょっと名物顧問一人じゃない。面白そうな話やった。いやいやいや。だからなんか そのだから勝ち負けっていうのに対するなんかどうなのっていうのはやっぱりね、僕が高校生とかもありましたし、うん、今もやっぱりありますし。難しいですよね。どこで基準になってるのか。まあ、面白いっていうのもいろいろありますし、いや頑張ってるっていうのもあるし、努力が見えるとか、なんかいろいろあるので、ね、結局そういうなんかこう先生目線で評価するべきものなのか、総合芸術、芸術として評価するべきものなのかとか悩むじゃないですか。で、なんか僕らよく言ってたのは等身大の皆さんが表現されてましたよとかって言われると、等身大でもうなんかしょうもないやつって言うじゃないですか。うん、じゃあそれはそれでいいのかっていう話ですよね。それは正しい話ですよね。等身大でやったらほぼしょうもないやっていう。あ、でもそれがディスってるみたいな。それがこうなんかこうだいぶ頑張って表現したっていうことのその頑張りを評価してこの人1位ってなるのか、この人っていうかその表現が1位ってなるのかっていうのはこれは分からなくて。それ評価をその全国大会であったりとかその地区大会であったりの審査員っていうのはどういう方がやってるんですか。それは吉田先生が詳しい。全国理事もされてたので。あ、すごい。あの、まあ、地大会は大阪の場合はまあ顧問が一人、はい、演劇人が一人、はい、で、まあ卒業生一人っていうシステムを、はい、もう10年ぐらいは、うん、で、もう私が新任の頃もう、まあ、40年ぐらい前は大阪の新劇の劇団の方にもう丸々お任せで選んでいただくっていう時代があって、でそれではもうちょっと時代遅れだろうと、まあ私らが若い頃は教員になった頃にはそういう時計だと思って言って、でじゃあもう新劇に頼らないでいこうって言って、まあ顧問の方が任期決まってるとか言って、うん、全員クビにしたこともあったりしたんですけど、面白い。で、そのうちだんだんこっちも年を取ってちょっとやばいなって切られる側かも、はいはいはい、若手の力が必要だっていうで、卒業生に頼るという、先の講師と変わらないね。まあまあ地区大会はそんなようなことでやってます。で、大阪の大会になると、はい、まあ専門の演劇人3名というふうに今はしています。で、近畿大会は専門演劇人が2人、うん、で、あと各県の、代表顧問がいると。ところが近畿は、2府4県で、はいはい、顧問が6人、はい、で、専門家が2人、はい、偶数なんですよ。こうなるときによくあって、その時に私が近畿の委員長をやってるときに、何回やっても最優秀が決まらない、もう少しお待ちくださいとか言って、これ怖いんですよね。そうですね。審査伸びてるとかなるとちょっとキリキリするんですか。うん、最終は何で決めるんですか、これは。顔色。それちょっと顔色大丈夫ですか。大丈夫ですか。どこの顔色。編集ポイント出ました。編集ポイント出ました。非常に演劇らしいというか、空気を読むというか、ね。もします。これで、ね、そっち。これだとみたいな、そういう。もうそんなこともありました。よか
だ。なるほど。で難しいですね、確かに。まあね、芸術、その国演劇に限らず芸術って本当に何を置いてその優劣を決めるのかってものすごくあのデリケートなところじゃないですか。そうだね。だからすごく大変、決める側も大変だろうなと思うし、で僕も、なんかね、よくそのなん大会というか、はいはい、僕らの、その業界でもそういうのがある、勝ち負けを決めるものがあるけど、それが全てではないんだけど、なんか勝った人がさも全てだみたいな感じに取られるのはすごく嫌だなっていつも思う。まあ得てしてでもありますね、だからなんで負けたのか僕たち、私たちで分かりませんみたいな、審査基準っていうものが、まあ、それはそれでまた明確にはしづらいものなのかもしれないけれども、ね、なんかどうにかならんもんだろうかっていうのはいつも思います。それこそオスカーであったりとかね、ああいう海外の映画のやつだってやっぱ審査員によってこう、ね、変わっちゃうもんね、評価される映画って変わってくるじゃないですか。なんかそうなんだ、すごく実際、それこそもう高校生なんかすごく多感な時期やから、それで選ばれる選ばれないですごい一憂するだろうし、それはすごく大変だ、大変な、逆にすごくなんか気を使ってもらわないといけないところなのかなっていう話を聞いてて思う。そうね、確かに。だから逆にそのなんていうんですかね、こういうふうに思う多感な時期に、まあトラウマレベルでこう思うなるかもしれんことを決めなあかんというか、それでその多分もう覚悟もあってやってらっしゃったりするのもありつつ、でもそれでもやっぱりなんやかんやとか生徒さんがちょっと後々は言うたりとか、そういうことってやっぱ現場では結構起こってるもんなんですか。あ、クレームみたいなことです。さっきのこの小銭やりみたいな。かわいい、かわいい、かわいい。いや、それは、はい、今だから笑い話になりますけど、昔、はい、もう亡くなられた関西芸術堂の日井さんっていう方がよく言われたんですけど、僕が審査した後、後ろから刺されそうになりますそんなに、まあそんな感じですね。で、会場から電車に乗るまでの道のりをどうやって歩いていこうかなと思いながら帰っていったとかいう話を聞いたりもしますし、でまあそれは仕方がないなとは思うんですけど、で結果発表が終わって、さあ帰ろうかと言ったら帰り道みんなそこら中で泣いてるっていうね、そういう中を審査員が帰っていかなきゃいけないと、はい、いくら丁寧に言ったとしてもやっぱり結果は伝えた時にはそうなるのは、まあ、今言われたようにはもう全てをかけて本番のためにと思ってやってきた、いろんな子たちの気持ちは必ずそうなるので、まあ、そこは分かるんですけど、でそこで、まあちょっとでもその態度がおかしかったりしたら審査員があったりすると、それはやっぱり攻撃をされるというか恨まれても問題ないかなと思いますけど、怖いですね、まあ怖いって言ったらあれなんですけど、でもやっぱりそれだけの思いを持って作ってるってことですね、やってるし、逆に伝わる部分もあるし、それが糧になるっていう、そうそうだとは本当は思うんです。ですからその時は泣いてても、じゃあまた次またやってみようかなと思えるようになったらいいなと思いますし、そういうなってほしいなと思うんですけど、そうですね。でもそこは一番の、それこそ教育というか、社会勉強とかあれですけど、まあまあ、勝ち負けあるぜ会社でもみたいなのが分かんないですうちは絶対勝つ負けるっていう表現はさせないんです、やっぱそこにはこだわりがある、負けたからあかんとか、負けたらそのマイナスのイメージが強いじゃないですか、多感な時期だったら特に、だから評価されたかされないかだけ考えればいいけど、負けたとか勝ったとかそういう表現絶対あかんって一応言うなよと言うてるし、こっちも言わないし、はい、はい、なるほど、仏教校なのもあって、やっぱりそうなんか負けたからこうそのことに対して誰かをね、そうか、恨んだりだとか、まあそういうような気持ちが、まあ、一方でそれをこう悟っていくみたいなのもあるんですけどまあまあでもそうですね、あんまり言わない言霊みたいなのもあります。それがルフしていくっていうのはあるかもしれないですね。それで演劇が嫌いになってほしくもないので、まあそれだけのことで、確かにそう、なんかで表現になる、
でもやっぱりこうその競争であることは間違いないのでね、うん、そのやっぱりそこまで一緒に頑張ってきた時間とか、まあ、それぞれあったとしても頑張ってきた時間とかそこかけた思いはいろいろあって、うんうんうん、でもこの子たちはもうそれ以上その劇を続けられない、うんうん、でもこの子たちはその次のステージがあるっていう、まあ、差は絶対あるじゃないですか。で、だからでもそれがじゃあ例えばなくて、仮に大阪府下で演劇のお祭りしましょうって言って、うん、こうそれこそ HPF みたいな感じでお祭りしましょうってやって、果たしてあの今僕が見てる子たちとか、まあ、子どもたちその高校生がそのすごいなんかこう心血注いだすごい作品作ってこれるかっていうと、僕はちょっとそれも疑問だったりするんですよね、うんうん、なるほど、うん、なんかすごくそこに欠けてる思い、コンクールっていうものに対して欠けてる思いっていうのはやっぱり並々ならないものがあるので、うんうん、難しいところなんですよね。いや、難しい話だなと思いましたね。これはだから、いわゆるその最優秀賞みたいなのはないっていうことですね。うん、これはそういうのはあのスペースダブルやってた頃はまだ、はい、あの、はい、それの賞ご褒美を出してもらえたんですよ。頑張ったでしょう。全部そうこれね。いろいろな賞をいいですね。うん、あのなさってたんですけど。まあ、そのスペースゼロを閉鎖になって新しいシステムになってから、うん、もうそこ全部やめましょうと、あくまでフェスティバルに行きましょうと、うん、でその代わり、まあ、いろんなあ劇場を使わせていただいて、うん、ということで、まあ、大谷さんと、ね、ウィンフィールドさんもずっとその時から運営してるんですけど、はい、まあ、いうような形になってきて、でもう作品も、ね、2時間を超える作品をやる学校もあれば、うん、というようなもう何でもいい。だからここは合同公演もあるんですよ。別の高校と一緒にやっていくのも OK。高校はもう、うん、あのその学校のみっていうことになるんですけど、で、ね、今年もいくつか見るんですけど、先生が出てるとか、卒業生が一緒に出てるとか、いいですね。確かに。いい。私は出てないですか。あの、この間も見てきたら2本そうだった。先生出てたんですよね。先生が出た。顧問が出てる。顧問が出たいですか。出たいのか。いや、でも出たら喜ぶんじゃないですか、子供たち。まあでもそうか。保護者も喜ぶかもしれない。保護者はどうかわかりません。そうなの。それは保護者と顧問の先生のやっぱ関係性がいろいろあるんじゃない。によるんじゃないですか。なるほどね。まあこれはだからそういうのが自由なので、卒業生も一緒でもいいし、それから、中学生なんかも逆に中高、ね、一緒にやってるのかなんかそういうのもいいでしょう。フェスティバル感が強いところ、自由にやってください。まあ、まあそういう意味では自由にできるので、やりたいことやろうぜっていう感じ、こっちは逆にできる。コンクールとこういった、うん、まあ、両方の受け皿はあるけれど、だから一方で、まあ、このコンクールの中、コンクールでないものの中で、このコンクールで勝ち上がるような作品がどうこうって考える人もいれば、うん、いやいや、もうやっぱり楽しく、うん、演劇を楽しくやることがいいんじゃないかっていう人もいるし、っていう部分での兼ね合いなんですね。フィギュアの競技、競技とエキシビジョン。あ、確かに。そうすごい上手い例えしまった。エキシビの方が面白いよなって面白いですよね、うん、なんかそういう、こう緊張の解けたところっていうか、うん、なんか、うん、逆に緊張があるからこそなのかもしれないですけど、まあ、だからそれはエンターテインメントになるか芸術性になるかの違いにもなったのかもしれないですね、うん、でもなんかね、あの全国大会とかのレベルになると本当に普通に面白いんですよ、うんうん、本当に面白くて、私だから本当に何回もですけど、もうファンとして見てるんですけど、めちゃくちゃ面白いんですよ本当に。だからなんかこう小劇場で私その劇団をやってる時に、お客さんからお金をいただいてやってるっていうことを考えると、本当に高校生で普通にはるかそのレベルを超えてきて無料で本当にやってるって、いや本当にこうちゃんとしろ自分って思うんですけどすごって、でなんかそのね、私たち本当にまああのもう未熟、あの役者としてすごい未熟っていうので、うちの劇団有名なんですけど役者が未熟で有名、役者が未熟で有名なんですよ。 すごいね。でよくあの周りの、 あの上の方とかに、はいはい、
高校演劇みたいなって言われるんですよ。いや高校演劇に謝ると思うんですよ。いや私は高校演劇より下やぞ。下やぞって言われたらその通りだと思うんですけど、高校演劇みたいななんか悪い高校演劇のなんか風習の匂いするなみたいな。確かにイメージとして高校演劇ってこんなんじゃないっすよ。お前高校演劇の何がわかんねえやって。だから確かに見てんのか全部。いやそうなんですよ、全国なんか見たことあるんかと思うんですよ。なんかその確かにうちの劇団員その高校演劇出身者が多いんですよ。だからそのやっぱ表現とかも結構そなんか高校演劇集するってよく言われるんですけど、よくね、そういう言われますけどね。いやそうなんですよ、いや違う、それは本当に私らが下手なだけであって、高校演劇本当にすごいからなっていう感じをちょっとぜひ発信してくれ。これだけこれだけは言いたかった、これだけは言いたかった、高校演劇っぽいなっていうので私らをディスるのはやめてくれっていう、はい、もう言いたかった、ね、っていうことっていうことを言った言いたかったんですよ。本当にあるんですよ、名指しで。いやいや、何かいますけど、会話の隙間にポンって入れていきます。ポンって入れていきますけど、本当になんか高校演劇じゃダメみたいな感じ、はい、なんかね、小劇場との隔たりを私若干感じるんですよ。隔たり、小劇場演劇と高校演劇との隔たりを若干私個人は感じてしまいまして、ほう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 、なんか、まあ、え単純にその、まあ、学校で僕の完全なステレオタイプなんで言うと、はい、学校でやってるやつとそうじゃない、まあ、商業でやったりだとか、はい、そういう違いとは別に何か分かんないんですけど、なんか学校の、はい、なんか学校の演劇、学校でやったその高校演劇っていうのと小劇場はなんかタイプが違うみたいな。例えば演技の質であったり作品の内容であったり、演技の質もあるんだと思うんですけど、なんか高校演劇を軽んじる方が私の周りにはたびたびいるんですよ。たびたびいて、なんでなんと思うんですよ、私純粋に。そうか、単純知らないとやっぱプロ野球と甲子園やったらみたいな、そういう違いなのかなと思ったりするんですよ、ね、甲子園の地区大会とかを見て、だ甲子園は甲子園見たらすごい、全国大会がすごい、だ地区大会の草野球じゃない、草野球じゃないな、そのもう勝ち上がれない試合とかを見ながら、なんか野球ってさって言ってるみたいなことでしょ、なんですか、ね、になるんじゃないですか、そのイメージとしては。だから目につくところが違うというか、なんか、うん、そのこの間もその本当にあのすごい強豪校の演劇部卒業した男の子が、なんか高校演劇っていう、その自分はずっと高校演劇をやってきたけど、はい、高校演劇から一歩出たくてみたいな話をするんですよ、うん、はい、なんでなんて思って、高校演劇、だ高校演劇史をさせたくないみたいなことを言うんですよ。だから自分なんかやってる本人の方も思ってて、思いのような気もしますけど、何をもってそう言うんやろと思って、なんか何なんと思って、なぜ仲良くできないのって思って、最終そこを言いきたい、なんでやろと、高校演劇史みたいなのを感じられたことはありますか、この高校演劇史なる単語が出てきましたけど、なんかありますね、私だけ。いや、そういう気持ち、分からんでもないとは思うけど、偏見というか言い方をする人は、なんか言いますね、うん、昔はものすごくいたんですよね、うん、そういうことを言う人が、うん、でところがその、まあ、特に大阪なんかは、はい、高校演劇からそのずっと続けている方がどんどん増えていって、うん、まあ特別なことではなくなってきてるじゃないですか。うん、今はね、一時的に多いでしょ、ね、まあ、マスコミで活動している方々でも高校演劇の方ってたくさん、うん、っていうか、まあ、時代が例えば増えていくにはやっぱりないですよね、でそういう方がたくさんいらっしゃってて、うん、でまあ、あの人がっていうふうに言われるくらいになってるわけですから、まあ、だいぶ違ってきたかなと思いますけど、でも今言われたように、はい、うん、だから高校演劇はダメなんだよとか、お前高校演劇だろうとか、マルコーだろうとか、そういう言い方をそうまあでもことは、うん、言われましたとか、うん、こういうふうに言われてるんですか、どうしましょうっていうな相談を私は受けたことはありますね。あ、で、今私もその、はるか昔高校演劇から行って、学生演劇やった時に、
高校駅の出身の大学にはもうほとんどいなかったですから、そうすると同じこと言われるんですね、高校駅、丸高やろ、なんか知ってる、知ってる、知ってる、そういう言い方を、はい、あ、でもじゃあやっぱりちょっとした癖みたいなものがあるというか、癖というよりもだからなんかその高校演劇だってやってたっていうことが尺に触るような鼻につくというか、なんかそういうの ね例えばなんか発声をこういうことやってましたとか、はいはい、とか言ったらせせらを割るところがあったりとか、ちょっとした三一番じゃないですか、そうそんな感じがあったりして、でまあそういう批判になったりとかで、またうまく表現できなかったりすることも当然ありますから、でそれがイコール高校演劇になるとかいう形もあっただろうかなと思うんですけど、それが、まあ、相変わらず続いているような、まあまあなくなりはしないです、指導に入ってる方とかが進撃の方だったりしたら、そっちに寄っていったりとか、お芝居の方でそういうのもあるかもしれない、あとは会場がどうしても大きいから、それに合わせるお芝居を やりがちというのはよくいますね、それ言い出したらさ、まあ、小劇場の人たちはさ、大劇場で国立とかでやってる人から見たらさ、しょうもない芝居しやがってしょうもなくはないよ実際そんなんで届くか奥の席までそのキャンパ届くかって言われるわけだしさ、それはそれで僕小劇場の人世界狭いなって思うんですけど一緒やね、気持ちはね、そう丸小のくせにって言われるまあ、そういろいろある感じではあります。なんかそういう思いはありますか、ね、私もその有機者に入った時に、卒業しなさって高校演劇から有機者に入られた、はい、丸子親的な子流行ってんすか、丸子はすごいあれなんですね、やっぱりその独特のスタイルというか、いや要は一回こう私は高2で引退だったんですけど、はい、1回一番上の学年を経験してて、その上の立場になった人間が、新しいこう団体にいて、一から新人からやるっていうのにちょっとなんかこうトゲがあったんですかねやってきたよっていう、だからそれとりあえず取れみたいな意味があって丸子を、丸子をマリコ何だ言うんすか気に入ってんちゃう気に入っちゃいます、でもまあそれはもしかしたらあるかもしれないですよね、一回上になったからやっぱりね、それなりに自信もつくりますし、やってきたこともあるし、それでどこまでいけるんやろうというか、そういうのは僕も当然あるそれはまあ一つあるかもしれないですね。だからこそなんか高校演劇やった人はそういう感じで来るみたいなイメージがあるんで、ちょっとこうだからこそちょっとってこうなんぼのもんじゃみたいなことはもしかしたらあるのかもしれないですね。ああなるほどね、いろいろあるんですね。まあ当然それだけさっきおっしゃられたように、その自分の全勢力をかけて作品を高校時代作ってきてたわけやから、やっぱそれだけのやっぱ自分の布石というか何かが残ってるだろうし、やっぱね後輩の顔もあるし、後輩の顔って言わない、いやでもまあやっぱりそういうのも背中見せあるやろうしっていうところで、やっぱ自分のその何かを背負って、そのプロではないんだけど、そういう社会の劇団に入った時にもう一つそこで違う世界が広がってるから、やっぱり一つのそれはそれでまた一つの表現方法だけど、もっとこう多様な表現方法があるんだよっていう時にそこに固まってたら、やっぱりね、ちょっと、そうじゃないぞっていうふうに言われるっていうのがいっぱい続いて、結果高校演技だろうみたいなことに簡単に収まるみたいなこともあるのかなって今ちょっと思ったりはしたんですけど、ある種それはいいことかもしれないですね、その多様性を図っていくというか、みんなが分からないところから、なんていうか、すり合わせて理解し合っていく、コミュニケーションし合っていくっていうのは、まあ、いいなと聞いてて思いました。だから丸子もあれになっちゃうかなと思っちゃったんです。全部が全部そうじゃないかもしれない。だから楽して言うてる人もいると思うんですよ。楽に高校演技だよって言いたくなっちゃってる人もいると思うけどお前高校演技出身やろって言いたくなっちゃう人も
多分いるとは思うんですけど。なるほど、うん、そうか。いや、高校演劇も深いですね。面白いですね。ちょっと休憩を入れまして、いい時間ですね。どうしようかな。後半僕もちょっと聞きたい。聞いたことない。俺も実はあって。あ、うん、じゃあちょっと何ふわっとって。僕はまあ、僕も高校演劇というか、僕は高校演劇ではなくて、学校教育っていう意味で芸術鑑賞会、うん、高校生のやってるやつ、うん、そういう劇団にて、お手伝い、俳優としてお手伝いさせてもらって、まあ、いろんな地方に行かしてもらうんですけど、そういう時に思ったちょっと疑問点というか、なんかそんなの聞きたいな、うん、なるほどですね、うん、はい、そうです。僕も、まあ、似てるのかな。今結構学校教育と演劇って言ったら、まあ、鑑賞会見て文化に触れるみたいなところが、まあ、基本であったんだけど、うんうんうん、なんか最近はちょっとコミュニケーションツールとして演劇をというような流れもあるので、そのあたりのことについてちょっとお話を伺いたいなという感じで、後半戦はそういうお話をしようかなと思っております。はい、じゃあちょっと休憩いたしましょう。じゃあ休憩いたします。制作をされているダンサーの大石丈太郎さんという方の東京から来ていただきます。あと短距離弾道ミサイルの、代表の本田亮さんという方にも来ていただきます。あとはもう若手で UFO 株の子たちが出てもらって、まあ、作品としてはキャッチコピーが僕が溺れたら君が助ける、君が溺れたら僕は泳げないっていう作品ですね。どういうこと？どういうことでしょう。久々の本公演ですので、皆様どうぞ、はい、いらっしゃってください。これを漏らすともう本公演しないかもしれない。なんか、わかんないですからね。そんなことないから。まあ、5カ所あるんでね。5カ所あるんで、旅行に来ていただいたら美味しいところ一緒に食べに行けると思うので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
この部屋を封印する。女を封じ込めるのだ。すべての元凶は彼女だ。もし失敗したら、もう神にすがるしかない。私たちは助かるかもしれません。どうして？同じといっても、いろんなことがずれてるんです。娘の奇跡を代わりに言ってるの。が言ってたなんて。そうか。どこまでですか？あしきって。あしき。今度ちょっと説教しておきましょう。はい。何本もやる。そこのとこ詳しく。後半戦ですかね。はい。後半戦はちょっとまあここ演劇の流れからちょっと離れるかもしれないですけど、まあ演劇と教育ということで、うんうん、なんか今でもここ演劇というか回ってるんですよね。そうなんです、ね、はい、まあ神戸の、自由人会さんっていう、まあ、高校演劇をもう高校演劇で芸術館にやるっていうのをもう主として活動されてる団体があるんですけれども、そこにまあ、声をかけていただいて、もう 4,5 年ぐらいやってんのかな。ずっと年間 何作品かじゃない、1作品もう1作品あった、もう一作品はでもスケジュール、まあいいや、まあ、年間で何回かいろんな地方を回らせていただくんですけど、うん、やっぱりまあまあ作品にもよるんですけど、そうか、まあまあなんか綺麗な話やなとかって僕は思ってしまうんですよね。やっぱり教育という、うん、内容が内容、内容なんですけど、教育という立場において演劇をするときに、まあ、要は学校が選んでくれないとダメなんですよ、まあね、言ったらある種のお客様との関係みたいなのが、そうなんです。だから、まあ、その顧客が満足してパンフレットとか見て、あ、この作品やったらいいなっていうのじゃないとやっぱり買ってもらえないから、うん、まずはお客様に寄せていくわけですよ、はいはいはい、で寄せていくとやっぱり演劇の持ってる表と裏があるとしたら、うん、まあ、人間が持ってる表と裏があるとしたら、ね、うん、裏の部分は比較的やっぱり削られていくわけですよ、うんうんうん、その教育委員会、はいはい、誰が選んでるのか僕は分かんないですけど、うん、っていうものと演劇っていうものがこう、うまくこうそぐわない時が僕はあるような気がしてて、そういうのは高校演劇を実際高校演劇としてされてる方も感じてるのかな、感じてないのかなとか、そういうことを感じた時にどういうふうにある意味泣いてるのか戦ってるのかみたいなことがあるのかなと思って、そういうのを聞きたいなと思って。なんだろう、ある意味のその教育っていうのはちょっと正しいものでないといけない、なんかそういう演劇は正しいものでないといけないっていうような圧力がかかってる、うん、でも本来自由であるべき芸術が、うんうんうん、そういうフィルターがかかっちゃってるのはどうなんだろうみたいなことかな。 そうですよね、それがだから果たしてじゃあそれが本当に教育なのかみたいなことも正直思うわけで、それはでも、まあ、正直だからもっと上の文部省とかが決めていることなので、うん、なかなかそういうところにね
戦っていくのは大変なことなのかもしれないんですけど、なんかそういうなんかなんていうんですか、落としどころというか自分の、うんうん、なんか落としどころみたいな、どこで泣くかとか、なんかそんなんはどういう、まあ、どっかで泣かなあかんのか、泣かなあかんのじゃないかなと、うん、なるほど、勝手に思ってて、なんかそういうところはどういう風になってどういうことを思われてやってるのかなっていうのはすごく僕が気になってて、なんかそういうところで何かお話があればと思うんですけれども、いかがでしょうか。まあ、とりあえずその2つ話があると思って、うん、その学校で催される芸術鑑賞会としての学校で、うん、学校周りのいわゆる演劇っていう、うん、まあ、ものと、うん、その高校生が作るとか、うん、生徒が作る、うん、あのお芝居としての教育的な意味とか、うん、そういうことっていうのと、まあ、2つあると思って、僕はだから片方側からしか見てないので、こっち側ですね、はい、まあ、僕も今、まあ、実は高校演劇と関わってないので、で今度あの一応平和教育の授業の一環で、うん、吉田先生にお願いをして、うん、ピースリーディングっていう朗読劇というか、うん、まあ、そういう形、うん、まあ、ちょっとどうなるかは分かんないんですけど、うん、あの依頼している部分があって、あのやってるんですけど、例えばそう、例えば平和とか、うんうん、いじめ撲滅とか、うん、なんか、うん、あの親子の絆とか、うん、なんかそういわゆるあの社会的な価値のある、うん、公共の価値のあるものを演劇としてこうテーマに選ばなければいけないとか、うん、僕個人はあんまり思ってないんですけど、うん、やっぱりその、子供に提供するものとして、しかも学校がいわゆる教育活動としてやるものとして、それがどうなのかっていう議論がちょっと当然あると思うんですよね、うん、で、あのかといって表現側からすると、うん、いやじゃあもっとバカバカしいのでもいいやんとか、うん、あのめっちゃこ先あったけどめっちゃ怖がらせるだけ怖がらせて終わりとかでもいいやんっていうのも僕は思っているんですよね。でただそれは僕個人の見解であって、やっぱりその、学校現場で行われるものである以上ある程度のすり合わせは必要なのかな、それは、学校側からも歩み寄るべきことがあるんだろうし、学校側もただ構えてるだけじゃなくて、どこまでその、僕からするとギリギリラインを狙えるかと思ってるんですね、うん、あのそこが難しいところだな。まあ確かに難しそうですね、うん、あの高校の、まあ、芸術鑑賞行事っていうのはもう私も長年携わっていたんですけどね、はい、まあ、高校の教員の側として、であのそういう劇団のいろんな方、はい、まあ、東京から来る方々とも、まあ、お話もするんですけど、ジュジュ劇の方ももちろんそういう話も、はい、いるんですけど、はい、今あの長條さんが言われたように、まあ、高校で見せたりする場合に、まあ、特に大阪なんかは人権教育、平和学習教育ということで、これまでもずっと見せることが多かったです、うん、でところは、まあ、それは私は嫌だったんですね、あ芝居やねんから何だっていいじゃんっていうのは当然あるわけです、でところが、まあ、教員はあの私一人が教員であるわけではないの で、うんうんうん、でこういうことで見せるんだなっていうので、まあせめぎ合いももちろんあるんですけど、でかつて私が勤めてたある学校で、やろうとしたんですが、その学校が大変、まあ、荒れてたもんですから、2時間の芝居が1時間で終わってしまいました。荒れてたか、うん、もうあの早く幕を下がってね、はいはいはい、なるほど、それはそうなっても仕方ないんですね、うん、もうあの騒いでるし、あのでとうとうあの最前列で座ってた教頭があの舞台の上に上がって、お前ら静かにしろと怒鳴って、すごい、もうどうしようもないですよね、そういう状況、そんな新しいシーンが入って教頭登場で、あのドリンクがトントン帳がザーッと飛びてくる、すごい、はい帰れで、それの時にもう、はい、学校ではもうこの子たち見せても仕方がないっていう話になってきたんです、職員会議で、うん、で辞めるのは簡単だけどこれもう一回復活させるのもっとしんどいから、うん、待ってください、うん、はい、で話をしていって全校生徒集まるともうお祭りになってしまうから、うん、学年別に見せましょうと、で、小さい集団で自分たちだけの仲間で行けばお祭り気分も自分たちの仲間でじゃあ見ようぜっていう風になるかもしれない、うんうんうん、そしてじゃあもうそうなったら今までお願いしてた劇団全部やめてちょっと私が探しますのでということで、で
あのその当時あの下層土砂にお願いして、土砂さん、土砂行ってましたね、城田さんにお願いして、はい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 、でやってもらえますかと、こういう学校ですけど、そういうことで分かりましたということで、で蔵で1学年ずつやってました、ね、やってました、同じ演目をやるんですか。同じ演目、その時そうなんですけど、うん、南総里見八犬伝の話だったと思います、はいはいはい、でまあね、いろんな方が出てはりました、はいはい、佐々木さんとかね、いろいろいっぱい出てはって、はい、それは面白いに決まってるわけです、うんうんうん、で、帰りはその時にあの出てた劇中歌を歌いながら生徒たちが喜んで帰ってきた、いいですね、それで、うん、こうでしょって言って、でそれから、まあ、指導さんが、まあ、と劇団活動を決められたの で、はい、でその学校はその外箱町を見せていくとか、そういうふうになってるんですけど、で、とにかく見てどうだったかとか、そういうことがいいんだって、勉強するとか、そういうのは高橋さん勉強嫌いなことだけど、うん、これで勉強するってやって、うん、そんなことを求めるんじゃなくて、まあ、舞台に触れるとか、そういうことをやっていった方がいいんですよっていうことになって、でそれがある程度定着していくようにはなっていったんですけど、うん、でそういうことを考えたのは何でかっていうと、私とは別の学校に行った方が、この方は今、まあ、やっと定年になりましたけど、面白い方で、二代目外箱町座長時代ですね、長瀬さんの時ですね、はい、まだ、あの、芸名の時代、はいはい、まだちょっと言いにくいですけど、その時、言っていいんですよ、ここで前から別に全然いいんですよ、いいでしょう、 NHK のために寄せたんですでそれを見せたりとか、はいはいはい、大楽打感を呼んできたりとか、すごいな、大楽打感はかなりさんね、ああ、そうなんですそういうのはあの芸術鑑賞で見せる、いやもう結構行き切ってますね、そう考えると、うん、白塗りの人がヒクヒクしてるのを見るわけですよねマラさんとかの顔を見るわけですよ、いいじゃないですか、それすごいいいと思ってて、僕もだからそういう風になっていくべきやと思うんですけど、うんうん、やっぱり学校に呼ぶって間伐考えるんですね、学校側、うん、それがもうまず無理で、うん、劇場空間じゃないんですよ学校って、報道とか非日常じゃないので、うん、まずそこがおかしい、劇場に行かせるべきやし、劇場に行って騒いだら注意されるべきなんです大人に、うんうん、お前バカか、うん、映画館で騒がへんやろっていうふうに注意をされるべきで、うん、で静かにせえっていうのは周りの大人が言うべきことであって、前に立ってる教員が言うべきことじゃない、うん、受付のスタッフなり劇場スタッフなりがお静かに行って、やっぱり なるんであればそうなるし、多分行ったらならないんですよ、劇場に行けばならないんですよ、でそこへ行って、で学校がありがちなのは見せた後に感想を書かせるんです、それはダメだと思います、感想は書かせちゃダメだ芸術鑑賞で、はい、うん、面白かった目でいいんだ、なんかすごかった、うもう劇中歌って帰ったで、うん、もう満足でしょ、うん、それでいいんだけど、でもそれをやってくれる、それこそ当社さんもそうですけど、うん、そういう小劇場やその中劇場って言っていいのか分かんないですけど、そういうところが果たしてどのぐらいあるのかっていうことを考えたときに、うん、さっきの高校演劇の隔たりのそうですけど、うん、どうしてもやっぱり学校演劇、学校に見せるものっていうところで構え張るんだと思うんです、スクール側も、ね、そこの構えをお互いが取っていかないといけないんじゃないかなと僕は思ってるんです、うんうん、例えばその学校側があの読んで1人1000円の、徴収をして、うんうん、その劇団にバックすごい額なんですよ、ね、全校生徒っていうと、すごいもうそれだけで儲かるんですよ劇団が、まあ、でもそれを例えばそれだけの、まあ、学校っていいお客さんなんだから、うんうんうん、逆に無償でやってほしい、 やった上で、それは僕ら学校というよりもそのやっぱりあのなんていうんですかね、子どもたちから渡すんじゃなくて、子どもたちのお金でそうするんじゃなくて、やっぱり学校の予算というか教育予算として見せるべきやと思うんですよね、うんうん、もうそうやってやっぱりそうやって学校とそのいわゆる大衆演劇というか演劇の世界というのがこうもっとリンクしていくことで、その今言っておられるような、 なんか教育的ななんとかとか、でもやっぱり面白い劇団を見に行くじゃないですか、なんかこいつ面白いからっ って見に行くじゃないですかね、なんかそういう例えばサッカー少年がなんかおもろかったからもう一回行くわみたいな、デートで彼女と行くわとかいう風になっていくことが望ましいことなんですよね、それはやっぱりあのそうやってこう本当にあの今の形の学校演劇鑑賞会をやっぱりいつまでも続けてしまうと、やっぱりこうやっぱり頭打ちなのかなっていう気がするんですよね、
そういうのもね、だから世間の演劇のイメージになってしまうんですよね、うん、そう演劇ってそうでしょうみたいな、ヘレンケラーでしょうみたいな、でもそういう感じですよね。え、でも私はあの 高2の文化鑑賞で初めて見させられたのヘレンケラーでした、はいはい、じゃあヘレンケラーなんヘレンケラーなんですよ。やっぱこうテンプレっていうか、先生らがきっと演劇ご存じない先生たちが多分企画されてやったらもうヘレンケラーでしょっていうあれでこう渡してくるんですけど、こういうものでしょっていうものが渡されちゃう、はいはいはい、ただそのなんか演劇って他の芸術と比べて親しみないんですよ、中高生って。だから美術とか音楽とかは授業としてあるけど、演劇なんて授業がないからほぼ初めましてみたいな状態でいきなりそれ来るから、まあ面白くないんですよ。面白くないから、演劇ってやっぱり面白くないし、一部のマニアックなやつがやってるんやなみたいな感じになって、まあ、演目もそういう感じだし、そうなんですよ。だからあれ、キーの役とかやんのとか死ぬほど言われたし、1位が入るすごいんですよね。やっぱだから他の芸術と比べてやっぱ教育として入ってないから、その点やっぱり演劇って難しいです、ね、なんか平田織田先生も言ってはったけど、こうなんか戦争の時にこう音楽は軍歌を歌う時に必要やって、はい、で美術もこう地図を描く時に必要やったけど、演劇っていうのは自由思想になってしまうから、そう表現のツールとしてあれは入ってきたらまずいものだから学校教育から排除されたっていうんですけど、だからそれがまあやっぱずっとあるから演劇って入ってきてないんですよ、ってなった時にやっぱ初めて見るのが文化鑑賞で、演劇に触れるのが初めてあれやとしたらキッズっていうのは正直私も思います。なるほど、はい、現状としてはじゃあやっぱりこういうなんていうか見えない隔たりのようなものがあって、まあ、さっき中条さんおっしゃられたみたいに、まあ、学校側もまあなんとかしようとはしてるけれども、表現者側もちょっと歩み寄っていくというか、感覚を変えていかなくちゃいけないなっていう部分はあるっていう現状が見えたというところですよね。実際どうなんでしょう ね僕ら学校現場中学校にいますけど、学校に演劇関係 そのいわゆるその、公演のこんなんできますよみたいな芸術鑑賞で持ってこられる数ってむちゃむちゃ少ないんですよ。もっとたくさんあってもいいのに、来てほしいのに、こんなにもういろんな劇団さんが大阪だけでもたくさんあるのに、一つもその一つもじゃないや、ほとんど出てこないというか、なんかもう固定されてるっていうか、何なんだろう。別にそんなあかんわけじゃないし、そういうねこう活動されてもいいのに、しないのはやっぱりどっかで、さっきのあれじゃないですけど、学校鑑賞会の演劇をバカにしているのはあるかもしれないです、うん、私たちはそういうものじゃ、劇団の側で、うん、私たちはそういうのはしない、ありえる、もっとヒリヒリするものをするんだみたいな、はみたいな、そういうそういうのやってるみたいな、そのルートを知らないっていうのもあるでしょ。まあまあ、当然、うん、でも逆にもうパンフ持っていきなり突っ込んでも大丈夫なもんなんですか。パンフというか、まあまあ、あの普通に営業をかけに行くのは、そうですね、むしろ求めているっていう部分はあるっていう、ね、多分あのだから、教員も世代交代進んでますからね、だから若い方がそういう担当になられることも増えてると思います。ですから、だからそういうところに新しい劇団のそれが入っていくっていうことは情報としても増えているし、その方が出会えば広がるわけですから、今のお話っていうのは結局限られたところでずっとやってきたことが何十年も続いている現状の問題点だと思うんですよね。まあ、お医者さんが言われたように、まあ、そういう歴史が仮にあっても、じゃあ今はどうしますかっていう話になったら、中条さんが言われたようなことになっていくしかないと思いますから、まあ、先ほど言ったあの学校の例なんかを挙げてみても、だったらこっちは面白いから見て、じゃあこっちの子たちもちゃんと見るじゃないのっていう話で、教員の評価も変わっていくわけです。だからそういうことが単発でもいいから出てくると、あ、じゃあ大阪の小劇場も見てみようじゃないのっていうのが出てくるんで、ウィンウィンな感じになる。うち芸術鑑賞はないんです。え、わからん、はい、大阪の時代歌舞伎か農家、狂言家っていう、古典になるんです、はい、でもまあそのとこもそうかもしれないですね。歌舞伎もだからそれはそれでありだと思うんですよ、うん、そういう機会でもなければ見ないもんじゃないですか、うん、それは大事なことだけど、うん、もっと生活の一部として、うん、そういう楽しみの、その音楽、うん、タワレコ行って CD 視聴しようかっていうレベルで、うん、劇場の前を通る生活があってもいいじゃないかとは思うんですよ、うん、確
確かに、ね、そういうことがあるんだって、そういうこともできるんだよっていうふうにしていかないと、あのやっぱり演劇どんどん衰退にたたかると思うので、なるほど、うん、みんな営業しまくる、でも営業したらいいんじゃないですかね。まあ、それは逆にそういう話から来るとありなんでしょうね。やっぱりこっち側も選ぶ目を持たないと、何でも OK ではないので、いっぱい来てたら選ばなあかんことになるっていうところがあります、ね。そうなってくると、やっぱり選ぶ側も、じゃあ見に行って確認しようやってなるじゃないですか。パンフレットで決めちゃうんですよ、逆学校って。そうですよね。だからパンフレットに人道的なこと書いてあると決めちゃうんですけど、うん、でも人道的なとこ書いとけよ。僕ね、スパイラーじゃないか。僕自由人会さんのパンフのデザインとかしてるから、はい、それも知ってるんですよ。あ、なるほどねって、顧客のためにこの辺押さえとかないといけないんですとかっていうのも、そういう話もするんで、あ、なるほどなっていうのもあって、はい。なるほど。そうなんです。だから、じゃあまあ、でもそういう殺し文句がね、あるんですよ。劇団側の学校を殺す文句とかがあるんですよね。キラーワードはありますよね。でも分かる人には分かってるので、うん、ちゃんと見る側は見てるので、はいはいっていうなるんですよね、やっぱりね。でもそれ十字架がダメだってことじゃないですけど。そう、十字架も挑戦はしてると思うし、うん、僕も出た時は挑戦してて、あの夢を叶えるぞ今すごくやってるんですけど、僕それで象、ガネーシャの役を、うんうん、一応ダブルのサブぐらいでやらせてもらってて、まあ、スケジュール合う時だけやらせてもらってるんですけど、ガネーシャってもうぐちゃぐちゃじゃないですか、まあ、古田さんがやってたみたいに。だからどこまでやれんねんと思って、だいぶ稽古場で挑戦してて、ギリギリあれ分かる、分かるやつは絶対あつ、あれエロ本読んでるなっていうシーンは作りました。僕だけの、僕のガネーシャの時のシーンです。ガラッて開けたら、おお前やめろやつ、開けんな開けんなのくせえみたいなシーンとか作ったりとか、そういう調整は僕は個人で、演出がもう何も言わなかったら OK やろうと思って、もうパンフとか表紙とかもこう象の、メスの象の写真貼って、わからんやろな。そんなんやったりして遊んでますけど、僕はなんかそういうのはね、なんかしたいなと思って、せっかく僕はそういうちょっと多ジャンルから入ってるんで、なんかそういう挑戦はしたいなとか思ってやったりはしてたんですけど、伝わるんやったらいいよね、そういうのがね、ちょびちょびでもね。でもなんかそれを見て、なんか分かってたやつがちょっと、あのシーンあれ絶対やる本読んでたよなみたいな話になってくれたら、それでいいなとも思うし、それだけでもなんか演劇のイメージというか、なんか変わってけえへんかなっていう気はしたりして、なんかそんなことはやってたんですけど、うん、なるほど。まあ学校ってどうしても答えを出させたり、さっきの感想文じゃないけど、なんかそういうことを結果として出せようと、ね、させたい、先生たちはそういうふうに思ってしまうけど、うんうん、そういうことが教育だと思ってるから、そういうことが教育だと思ってる、出た、書かせない、ね、好きなこと言ってますよ、返すのにもしないで、返すのにもしないで、返すのに反骨、それは良くないよというのはやっぱり思いとしてはあるという、そうでしょ。だからどこ見てもいいわけでしょ、はい、芝居も。もちろん。うん、だからここを気に入り、さっきの、ね、エロ本の派遣ということだけを持って帰った子がいて、はいはい、そうだったら感想文からさ、アウトになっちゃうんだけど、ちゃんと芝居見たじゃんっていう、ね。でもそうですね、それが面白いって思った彼、彼女の気持ちはあるわけですから。そうそう、そうだということだと思うんですよね。うん、そうですよね。何が面白いと思ってもいいっていうのが演劇のいいところですもんね。そうそうそう、お互い思いとしてはあるわけですよね。その表現者としても、学校側としても。なかなかそこのマッチングが今頑張ってるところだなっていう。マッチングしようとするかダメなのかなって、もっと、もっと子供らに選ばせたらいいんじゃない、あ、はいはい、うん、もっとそうですね、見たいわこれっていうものやったら見に行くじゃん、うんうん、でもそれはあるんですよ。だからやっぱり僕小劇場でやってるのと芸術鑑賞会でやってるのって何が圧倒的に違うかって、うんうん、見る側の姿勢が全く違うんです。見せられているんですよ、うん、高校生の子たち、うん、いや小学校の子たちは。でも小劇場の人はお金を払って見に来てるんですよ、うん、まあ、その時点でスタンスが違うんですよ、うん、まあ、僕個人としては見せられてるやつをどんだけ引き込むかっていう、うん、まあ、挑戦はあるんですけど、やっぱそのスタンスがまず違うし、で、まあ、それこそ見慣れてないから、うん、当然マナーというかやっぱ演劇の見方を知らない、やっぱみんなで この一つの空間を作ってるんだっていうことじゃなくて、やっぱり一つあのテレビとか映画と一緒で一つなんか壁がある上で見てるんだみたいな感じをやっぱ受けるし、それをどう崩していくかが僕個人的には面白いんですけど、やっぱそうやって選ぶと絶対
選んだ人間の責任というか、そういうのも生まれてくるし、そういうふうになれる、なるのはすごくいいだろうなってすごく思いますね。それこそ劇バカとか東京の劇団さんですけど、やっぱ高校生無料っていう劇団がすごくあって、やっぱまあ劇バカさんは要は高校生にはもうアホみたいに見てもらって、そのまあ今後のその後の観劇人口を増やすために無料で入ってくださいっていうふうにはしてて、なんかそれは絶対逆にそういう話を聞いたら、その選ぶためにもそういう劇団が増えて、学生割とかじゃなくてもう高校生が無料にしてしまって、それでも情報なんてなかなか回らないですけど、なんかそういうふうにこう今後の演劇界のために間口を広げる劇団がもっと増えてもいいのかなっていう気は今ちょろっとしてたんですけどね。ちょこちょこね、うん、それこそ HPS さんにも今あの劇団の人が入ったり、それこそステージタイガーさんとかも無料の高校生無料やスペースドラマでもやってたりとか、いろいろそういう試みは今だからちょっとずつ広まっていってるのかもしれない、ね、このまま続けば未来は明るいのかなっていう感じですか。いや時間がね来てるから、ね、なんか俺どこで切ろうかなと思って長いの喋ってもったらごめん。でもね、白熱する話やなと思って、むしろもっといろいろ聞いていきたい話なので、ね、だからまあ第2弾やりましょう。ぜひしよう。そうですけど、そうですね、はい、という感じですかね。とりあえずちょっと今日のところはこれぐらいにしといて、はい、また今後、これからの未来どうなって変わっていってるのか。でもそこから耕していくことによって ね、まあ、まずすぐは HPF ありますから、今その現場を見ていただいてという感じではありますかね。じゃあ告知、そうですね、せっかくですから、じゃあまあ HPF ぐらいから順番に告知をしていきましょう。まあ、はい、改めて、はい、改めて、はい、全然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 やってください、やってください。7月31日に一心寺シアタークラで中島ラムさん、今日命日なんですよね。子供の衣装、子供の衣装、すごい実際に稽古中、夏にはいい話ですね。はい、怖いやつちょっとね、そんな宣伝でそれ以外にもずっとやってらっしゃる、まあ、HPF は長くやってる、 それ以外の、まあ、明日もやってます。あ、もう今も絶賛ですよね。絶賛、7月の31日まで、月曜日まで。これ行ったら普通に一般の方でも見れるんですよ、ね、一般の方はカンパ制なんですけども、1000円から、あ、中高生は500円からとなっております。はい、ありがとうございます。そのところでよろしいですか。はい、他に何かあれば、はい、じゃあ、 関西支部、自分のところにもあれば、有記者さんは、よろしいですか。もちろんもちろん、そう、有記者じゃないんですけれども、ああ、はい、どうあるんですか、どうあるんですか、今結構してるんですかね、また違うし、口頭で、口頭で、あ、もしかしたらそこにあるかもしれない、あ、あるかしら、先にじゃあ、探してきていただいて、じゃあ、その HPF のこれにも挟んでますが、8月の11、12、13、劇団大阪の会場でワークショップ、いろいろなメニューで行いますので、まあ、興味がありましたらぜひ来ていただきたいなというところです。まあ、詳しくはこれをご覧ください。で、関西支部ではその他にも9月には若木英さんの、演技ワークショップで、10月には福木さんの3回目になりますが、演劇講座で、まあ、会員募集、まあ、ほぼ1ヶ月に1回ぐらいずつイベントを、何かをやってます、何かをやってます、好きなことをやるために何かを考えております。まだどうぞよろしくお願いします。何かホームページとかで見ていただいたら、はい、ブログとフェイスブックのページを持ってますので、はい、これ関西支部ということで、はい、そうですね、日本雅楽校演劇教育会関西支部、はい、で検索したら出てくる、はい、出てくると思います、はい、という感じ、ぜひ検索ください、はいはい、日本学校演劇教育会関西支部ですね、はい、じゃあつなぎましたのでどうぞ。口頭で、はい、8月の最終週じゃないかな、23あたりからの週末で、週末で劇場は、ファースト、はい、ファーストインディペンデントシアターファースト、インディペンデントシアターファースト、ドアプロデュース5、はい、サンセットバラードというものを
上演いたします。 DOOR で、はい、ドアプロデュース。そうです、 DOOR。 うちの会館ね、うちの劇団の座長が、社長じゃない、先輩がやってる川口さん。あ、はい、川口まどか劇団昔一緒。あ、アトリエさん。そうです、何回かやってらっしゃる、ね、プロデュース公演が今度バーストで行われる。川口まどかさんも高校演劇出身なんです、ね、そうです、はい、なるほど。で、作演をステージ大河の虎本郎さんがやっています。出、はい、はるわけです、ね、はい、役者として出ます、はい、よろしくお願いします。ドアプロデュースか何かで検索すれば出てくる。出てきます。はい、ございます。はい、次は何かありますか。はい、11月になるんですけど、11月の14、13、14、あの月曜日火曜日になるんですけど、土平日の夜にあの公演をやらせていただくんですけど、あの大手院の寺町クラブの共催公演をさせていただくことになりまして、あの本堂のシアトリカル大手院の本堂の方ではなく、手付きの広場といって、あのガラス張りで奥にお墓が広がっている空間あるんですけど、あそこの空間を、利用して、作品を1本作ります。で、あの借景というかあの風景も生かして、お墓の中に入ったり入らなかったり今いろいろ考えています。で、につきまして、あの私たち初めてなんですけど、出演者募集を今かけてまして、オーディションですね。オーディションです、はい、あの一昨日からあの応募をかけ始めたんですけど、初めて応募をかけてて、本当蓋開けてゼロとかどうしようってみんなでビビってるんですけどあの、ね、全然あの私ら女子ばっかでちょっと暑苦しい感じなんですけど、もう男性も女性もすごい、何歳でも別に構わないですか。あ、18歳以上、はい、18歳以上であれば、経験なしの方でも。あ、全然大丈夫です。なるほど、全然大丈夫です。あの私たちともしあの一緒にやってもいいよって言っていただける方いらっしゃいましたら、本当にあの無名劇団で検索していただいたら、ホームページの一番上にあの応募の話出てくるんで、ぜひ検索していただけたらと思います。はい、なんか補足をしますと、その、作品なんですが、作品は、劇団演奏作の作品で、まあ、彼女が演奏するんですが、詩技曲、リンゴの歌という作品、私の技曲、はい、私の技曲で詩技曲リンゴの歌という作品で、まあ、なんでこう寺町クラブと一緒にやることになったかっていうお話をしてないですね。どうしてないです。はい、もうまさに今回の話に関わる話なので言っておきますと、あの、まあ、親子の絆とか親子の関係について考えようという、まあ、一つの企画の一環として、まあ、シンポジウム的なものをやるんですけど、それの、まあ、まあ、前座といいますか、まあ、その、基調講演みたいな感じの、まあ、形で上演させていただいて、その後ちょっと、まあ、あのシンポジウムという形で、まあ、ディスカッションさせていただいたりとかっていうような、うん、まあ、そういう複合イベントになっておりますので、はい、ぜひあのそちらの方にも足をお運びください。あの母娘問題のなんか、いわゆる、まあ、毒親であったりだとか、そうですね、毒親とかお母さんが重いとか、ああいうことよく社会で言われてるんですけど、今ね、結構流行ってるって言ったらあれですけど話題にしては上がってきますよね、はい、で、まあ、実際その12月に去年やらせていただいたやつの再演、あの改訂して再演する形になるんですけど、永久ミッシングリンクの土橋さんが、うん、マジでえげつないもん見たって言ってて、本当に重い気持ちになるんですけど、ぜひ、あの見に、なんか、あ、分かるっていう方絶対いらっしゃるのでぜひ見て。重い気持ちになるものをお墓を借景にしてどんなホラーやすごい重い気持ちになる。夏にはちょうどいい。すごい重い。夏じゃないんですよ。夏じゃないんですよ。秋なんですよ。秋のですよ。結構後なんですよ。足取りが重いのは何のせいやろうか。もうちょっと後なんです。何の宣伝しに来てるんですか。まあまあ、ね、本当に、はい、ぜひ、まあ、だから一つを考えるきっかけになったりだとか、そうですね、そうですね、いろいろそういったものに触れるというのも一つ、はい、あの、はい、何かを得られるものがあると思いますので、はい、というところです、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、はい、僕さっきじゃあ、はい、こっちこっちどちらのね、8月8日に、あ、違う、その先、その前に、7月30日、今週の、今週じゃない、今月の、土末に、エントランスフィッシュさんのワークショップで講師をさせていただきます。30日の、7時かな、
夜遅くの回なんですけれども、一番最後の回なんですけれども、役者の言葉とダンサーの言葉というタイトルで、俳優とダンサーが言葉と動きで語り、コミュニケーションを取るというか、喋り、一つのシーンを作るみたいなワークショップをさせていただきます。俳優どちらかが、あ、でもいいか。いやいや、まあ、アピールの言葉だったら言うたらいいと思うけど、どっちかが講師陣、まあまあそのこっちの人間や俳優陣とダンサーさんとか、ダンサーさん俳優で来られたら本当にあのエントラで踊ってるあのキレッキレのダンサーさんと一緒になんかコミュニケーションが取れるんで、なんかそういう体を知り尽くした人と一緒にこうセッションするみたいなのはかなり面白いと思うので、もしよろしければ来てくださいっていうのと、8月の8日、火曜日に3030、火曜の劇場に立花のユースで脚本演出で関わらせていただきます。誠意稽古中です。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございます。で 僕もじゃあちょっとだけすみません、僕も小川時子さんを笑ってましたけど、僕もチラシ1個も持ってないんですけど何個かあるんですけど、同じ30日今月の30日に、即興小説バトルというなんか小説をお互いに書き合ってちっちゃな小説を作って、まあ、なんか面白かった方が勝ちみたいなやつに出ますの大阪大会に出ます。難波白芸で、12時ぐらいから丸山交通公園くんがなんか一人でショーをやったりするんで、まあ、そんなのも楽しんでいただけたらと思います。それから8月の、5、12、19、26、毎週土曜日なんですけどに、奈良組ホールっていうところで去年もやらさせていただいたんですけど、戯曲講座、まさにその中学生高校生だとかに教えるような講座をやっておりまして、まだ一応定員があるそうなので、もし見た方、いや一応中高生大学生、まあ、学生をメインにという今回はコンセプトではやってるみたいなんですけれどもね、まあ、人がいなければという感じですね。はい、はい、でもやってますんで、もしよろしければぜひぜひという感じで、裏技ばっかり教えるんでぜひ来たいな。前かもう忘れたからいいです、そんなもんでいいです。はい、はい、以上です。すいません長くなりました申し訳ないです。はい、というわけで、はい、今週はこの、今週はこんなもんですかね。今月はこの辺り、はいはい、来月はちなみに何やったかな、あの反省ちゃうわ、謝罪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 、感謝と謝罪、感謝と謝罪、衝撃場界におけるお礼だったり感謝したり ね、まあ、ちょっと独自のルールがあったり、ね、とか、まああと謝罪とか、ね、謝ってる人とかね、謝ったりね、いろいろあるよねっていうような、まあちょっとそういったことを、ね、ちょっとそういうとこ触れてみようかなみたいな松井和代的なことね。そうですね、松井和代さんの話をねしようかなとかね、小劇場における松井和代さんの話をねちょっとしようかな、まあ、ちょっとそのあたり来てもいいよ全然まあ お客さんとしてでもいいですしちょっと跳ねた回に、今回とはちょっと打って変わって跳ねた回になるかもしれないですけど、もしよろしければぜひ、はい、ゲストは、ゲストは一応もう決まってるんで、もう発表しちゃいますね。いいんですか、はい、この人もちょっとホットな方なんですけど、坂本龍太郎くん、ちょうどね今なんか知らないけどホットになってしまってますけど、さっき決まってたんですけどね、どんどんホットやるなら言うといてくれたらね、まあまあまあいろいろあれございます。まあそのあたりも少しあるかもしれないです。あともう一人は、塚本修さんという方でございますね、重鎮を、劇団 CQ というところで舞台監督なんかをやってらっしゃる生き字引のような方です、はい、いろんなこと、いろんな謝罪を見てこられただろうという、はい、ことですよね。結構な乱打戦になるかなと思ってますので、またよろしければよろしくお願いします。というところですかね。はい、はい、じゃあちょっとオーバーしまして、すいません、はい、なかなかと今日はありがとうございます。ありがとうございました、はい、第2回やりましょう、やりましょう、はい、ぜひぜひ。じゃあ演劇の、高校演劇であったり教育と演劇の未来は明るいということで、はい、まとめたな。いや今日はありがとうございました。ありがとうございました。エンドロール。